八橋は神奈川県横浜市中区の堀川に架か,かる橋梁である。山手の丘と、後に館内と呼ばれる一帯とは、元は地続きであったが、横浜公開港の翌年の1860年、居留する外国人と日本人との間にトラブルが生じることを避けるため、堀川を改作。この時に初代の八橋が架けられた。この橋は、目標で今の八戸橋より、 ややか流側の水町通りに接続した。現在はその付近にフランス橋がかかる。1866年には山手の側も外国人居留地となり、外国人からはキャンプヒルブリッジとも呼ばれた。1887年には横浜で4番目となる鉄橋に架け替えられた。現在の橋は1923年の関東大震災で失われた後に再建されたもので、 1927年7月に、竣工した構成のアーチ橋である。2005年度には、横浜市認定歴史的建造物。2015年度には、西の橋、内越橋、桜堂橋、山手水道と共に、元町、山手地区の震災復興施設群として、土木学会戦勝土木遺産に認定された。元橋の真上には堀川に沿って、 首都高速仮場線の高架橋が多い、地下には港未来線元町、中華街駅が2004年に開業した。左岸は山下町、右岸は元町となる。堀川左岸には石川町駅方面と山下不当方面を結ぶ幹線道路が沿う。元橋を左岸側に渡り直進すると本町通りにつながり、県庁などのある館内地区に通じる。 右岸側に渡り右折すると、元町商店街。左折し100メートルほど進むと交差点があり、川沿いに直進すると、新山下。右折し、八坂を登ると、港の見える、岡公園や、山手本通りに至る。元橋を渡る、路線バスは、横浜市営、バス20系統と観光収遊バス、赤い靴神奈川中央交通11系統の3路線で、 いずれも桜木町駅前を起点として八坂を経由し、二十系統は山手駅、十一系統はほどヶ谷駅東口にいたり、赤い靴は港の見える丘公園前で折り返す。前田京、大館橋八橋フランス京、山下橋から。ありがとうございます。